さて、本日はですね、東京羽田空港初の飛行機に乗っております。本日は簡単にですね、この東京湾を上空で見てみようということで、簡単に説明していこうかなと思っております。はい、スカイツリーが見えますね、実際ですが。そして、海にはポツポツと船が上空から見えております。停泊していますね。錨を打って止まっている船もちらほら見えるかと思います。こちらは千葉あたりですかね。千葉県が見えますね。さて、画面が変わり、こちらも千葉ですね。ちらほらとポツポツと船が見えていきます。そしてこのように、見えますかね、下のあたりですね。で、これがアクアラインですね。会場の千葉と神奈川を結ぶ車が走ってますね。そして、下見えますかね、ちょっと画面で切れてますが、船が、西の左の方へ進んでいますね。東京方面でしょうかね。そして、飛行機は東京湾上空を走っております。右下あたりから船が走っているのが画面でご覧いただけるかと思います。こちらはタンカーですかね。こちらで見るとちっちゃな船かと思いますが、結構でかいと思いますね。はい、このように船は右から左へと進んでいるのがわかります。失礼しました。右上の船は停泊していますね。はい、船の後ろから白い波、白い線のようなものが見えませんので、これは動いていないということですね。停泊しています。時間調整か何かしているんでしょうね。そしてこの辺りの陸は千葉県になります。ポツポツと船が停泊しておりますね。この撮影時点では船の左側、ポート側ですね、船でいう左舷側に乗っておりまして、そこからカメラを撮影しております。飛行機の右からですね、船でいう右舷側からですと神奈川県が見えるようになっているのではないかと思います。さて、東京湾内見えてきましたね。ここを船がずっと走っていて、上の方に進んでいくと東京湾から出ることになります。ここを見えるでしょうか。綺麗にまっすぐと船が走っていますよね。そうなんです。この船、がですね、走っているのは航路と言われていますけれども、日本にはですね、この海上交通安全法という法律でですね、定められている航路というのが日本各所にございます。そしてこの東京湾内には2つの航路があり、浦賀水道航路、そして中之瀬航路と2つあるんですが、その航路に沿ってですね、走っているのがこの上空から見られますね。綺麗にまっすぐと。つまり、これらの船がですね、法律にのっとって、右側通行で走っているのが上空からご覧いただけるかと思います。船のですね、付近に白い線のようなものがあると思いますけれども、船の下の方にですね、線が見えると、船は上の方に進んでいるということが、ご覧いただけるかと思います。さあ、この右下の陸は神奈川県ですね。はい、このようにまっすぐと船は進んでおります。この辺りになると、この航路は浦賀水道航路ですね。速力は12ノットまでしか出すことができません。
また日本にはですね、航路というのは11航路あるんですね。その11の中の2つがこの東京湾にあるということになります。またですね、長さが50メートル以上の船舶というのはこの海上交通安全法に定められているこの航路に沿ってですね、走らなければならない、航路の中を走らなければならないということが決められております。